ハンドルネームセルティラブさんからいただきました、はい、沖縄県の人です。 ありがとうございます。たしくはなちゃん、福山さん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、僕はセルティが大好きです、うん、原作から読んでいる僕ですが、うん、アニメになってさらにその魅力が増し、うん、いつもドキドキしながらアニメを見ています、うん、シンナとは気が合いそうですね、うん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 、福山さんもシンナとはここが気が合いそうだというところはありますか？いやでもね、なんだろう、シンナの場合はセルティが全てじゃない、まあそうですね、だからそういったところが、恋愛においてそうだっていうわけじゃなくて、うん、なんかこうこれが大事だからこれ以外はどうでもいいと思える価値観はとても共有、なんか共感するものは、自分にとっての大事なものが設定されて、それがそれに向かってれば他はどうでもいいというのはとてもわかる。へー、うん、例えば福山さんにとっての、うん、その大事なものっていうのって何ですか？まあ、年齢、やっぱ年代によっても変わるけど、はい、やっぱり特に20代中盤から30歳になるぐらいまでの間の数年間は、はい、もう仕事以外はどうでもよかった。へー、仕事って言ったら言い方変なんだけど、自分にとってなんか遊んでる感覚っていうのかな。あー、まあお芝居ですからね、うん、その中に、まあ、確かにね、仕事みたいなビジネス感が入ってくるのもちょっと違うんではないかっていう、うん、そうそうそう、だからなんかね、楽しいことずっとさせてもらってる感覚だったから、うん、なんかそればっかりだったねっていうので、うん、かそれはね、分かる気がするっていう、うん、これが女性に向いてたらね、よかったのにね、俺もねいや、それだったら今の福山さんはなんじゃないね、 100% ないねで、ね、これ要するにこの人以外仕事どうでもいいになるわけだからね、そういうことですよね。そしたら現場にあれ今日福山さんいないけど、いや、よかった、今女のとこに行ってますクズ野郎だまたみたいな完全なクズじゃんうわよかったよかった、よかったですよ、お仕事、いや、よかったですよかったです。まあでもシンナ大好きですね、なんかそういった意味で、なんかなんかセルティが好きになっていくのは分かる気がするんですよ。僕もセルティのキャラクターがどんどん好きになる、単純にキャラクターとしてもだし、なんか セルティに対してちゃんと愛の告白とかもしっかりやってきたから、なんかね、一期の時からそれはね、この章って天結ってこの3シリーズになるじゃん、はいはい、そこでなんかね、どん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 彼女との会話は少ないけれど、うん、なんかね、こんなにラブラブさせてもらっていいのかなっていうぐらい、はぁ、だからあれ、シンナほどね、甘いセリフを言った覚えもない、そういった意味で言ったら、はぁ、まあ確かにシンナって結構さらっと、うん、キュンとくることも言いますよね。それはね、私ほら売れっ子アイドル声優じゃん、だからはいはいはい、何福山さん、ほら、もう一回聞いて、売れっ子アイドル声優じゃん、当年とって37歳だけど売れっ子アイドル声優じゃん、現役バリバリの売れっ子アイドル声優、だからさ、いろんな不女子たちにさ、なんかこう甘い言葉をささやく役もやってきたわけですよ。すごいなんかあられもないんですけど、だけどその中でもシンナのセルティに対する愛のささやきっていうのは形じゃないものがありますよね。はあ、まあ確かにね。はい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 。まあ、だからそういう、そのそういう意味でのセルティに対する気持ちみたいなものとかっていうのも、うん、もしかしたらその、うん、デュララ無印の時のデュララの時から、うんうん、またちょっと演じ方に変わった部分とかもやっぱ生まれたりして、うん、めっちゃありましたね。ああ、やっぱそうなんですね。振り向いてほしいとかいうのも分かってほしいっていう方向で言ってる部分と、うんうんうん、分かってくれてるのがまだ照れてて受け入れてくれてないんだなっていうのも全部分かってるやり方だったの。が、うんうんうん、受け入れられてるのがあるのをちゃんとセルティをこっちに呼び戻すための、もしくは、支えるっていう方向なのかな、うんうんうん、彼女が動いてるところにここにちゃんといるからねっていうような、はいはいはい、外堀をちゃんと固めてあげるような行動を取るようになって、ほら爆発事件あったじゃん、はいはいはい、その時にセルティって爆発に巻き込まれても絶対大丈夫なのに、うん、なぜかシンナが身を挺して守るとか、うんうん、そういったところとかも含めてセルティがそのみんなのコミュニティにいていいんだっていうところを彼が作ってるっていうところが、はあ、うん、とてもね、ド変態なんだけど、はい、そこだけはね、尊敬できる。そうだ、うん、確かに、うん、そうですね、うん、だってね、根底から考えてみたら、うん、セルティなんて、まあ、言うたら異形のものじゃないですか、うん、それをあんだけ心の底から愛せるってすごいことだと、うん、実際すごいことしてるんだ。だいたい首ないしね。そうですよ、うん、首ないですからね、首ないセルティがビキに来てて、うん、シシンナはわーってなって、首から煙出てんだよ、それでわーってなってんだもんなってるわけですからね、うん、そこはやっぱり理解できないけど、なんかね、わかる気はする。なんとなく僕なりのシンナのその恋愛感みたいなとか、セルティに対するスペシャル感みたいなのは自分の中ではあるから、はいはい、そう思うと彼女はやっぱり魅力的だよねっていう。中身がやっぱいいんですよね。うん、
まあ、三四郎さんとのね福山さんとのコンビっていうのもまたお芝居の掛け合いもね、ずっと聞いてたよ、すごく面白くて、素敵な感じだなと思います、ね、でもそんなこと言っときながらセルティの一番好きなセリフってカバディを見ながらいいなカバディって言ってでも私にはできないんだけどねってそこで俺キューンってきてセルティってそれを言うあなたがいいって、あでもちょっとわかりますそれ、あれいいじゃん、あちょっとわかります、うん、あの幕引きの仕方すごいっすよね、今まで培ってきたセルティが萌えキャラに変わった瞬間ですよあれが